極の医療ヒューマンエンターテインメント。こんにちは、メイクをしていきたいと思います。なんかとってもピース夏ともちゃんもりんちゃんともちゃんもりんちゃんまりちゃんだよまりかちゃんだよまりちゃんまりちゃんてまりあてまりてままり使っているのはセーラームーンのムック本のパーチです。下地から塗っていく。ポール&ジョー中継変わりまして、松也です。ポール&ジョーの下地はね、結構ずっと前から使っております。で、結構あのそのキラキラしたい人とか、あのツヤツヤしたいみたいな人におすすめです。塗り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 シュー、ウェムラーバーすいません、あの毎日メイクと言っておきながらなんですけれども、この周上村さんのファンデーション使うのあの2回目です。マニちゃんもはいマニちゃんもはい。普段は高原堂さんのファンデーションを使ってて、すごいそれが自分の肌に合ってるなと思って、まあ使ってたんですけど、周上村さんのファンデーションがすごいいいとあの聞いたので、まあちょっと最近使い始めました。周上村さんのねファンデーションももういい感じです。塗り塗りでサム、コンシーラーはザ・セムを使っているよ。ずっとずっと愛用しているんだ。すごく安くてカバー力も良くておすすめだよ。最近ニキビがねとんでもないんですよ。だからそれを隠滅してます。眉毛はファッシュファッシュ電気つけてなかった、やばい。眉毛はね、あの私もまあ結構生えてる方なので、あの隙間を埋める感じでいつも描いてます。ちょっと眉頭とか特にね描きすぎちゃうとゴルゴ13のなりきりみたいになります。描き描き、あ、描き描き、そう、描き描き、お餅もちもち、ち、ちまちま。眉毛完成。まっすぐさーに落ちてるダイヤルでよ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 えワンちゃん、あワンちゃん、あでよあでよあでよでよでよ。社会貢献がしたかった、まあ、それで遺贈寄付を仕事にいたいです。遺贈の問い合わせは日本、まずこのベースの色を取ります。次はですね、あのアイシャドウ、アイシャドウ塗っております。あのこれベースを塗っております。あの、まあ、基本的にはまあオレンジが結構多くて、オレンジっぽいオレンジメイク、まあ、コーラルメイクと言いますか、そういうのを前から結構まぶしておりますね。で、結構そのまぶたは特にキラキラするのが好きなので、いつもグリッターギラギラでやってます。ぬりぬりぬぬりぬり、何を喋ったらいいかわからないな。あ、あの遅ればせながら、遅ればせながら遅りましながら、フィニこれ遅ればせながら40万人登録者ありがとうございます。誠にありがとうございます。とっても嬉しいです。あの YouTube でまさかそんな40万人の方に登録していただけるとはちょっと思ってもなかったので、あの本当にありがとうございます。基本的にはショーツ動画がメインにはなるんですけど、まあちょっとあの40万人いったということで、あのこれからも今年あの長尺動画を結構積極的に出していけたらなぁと思っております。なのでショーツ動画の方に時間割くのが結構優先的になっちゃう気がするので、あの長尺動画ちょっとなんか今回みたいにマジなんかちょっと適当みたいな感じにあなっちゃあかもしれないんですけど、あのそこら辺も温かく見守っていただけたら幸いでございます。今年も何卒どうぞよろしくお願いいたします。ティオン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 、はい、グリッターはラーメン、ラーメン
このロムアンドさんのね、キラキラグリッター、もう最高ですね。あの、キラキラ信者にはもうたまらない商品と、なっておりません。私もね、あの、結構昔から使わせていただいてるんですけども、結構あの、その、輝きたいな、みたいな。輝きたい毎日に、とってももってこいなグリッターなんではないかな、と思ってますね。私は結構涙袋とかにも、あの、塗ってて、すごい、あの、瞬きするたびにキラキラするんじゃないかな、と思っております。やっぱり、毎日キラキラしていたいんだ。そう思ったら、まぶたにキラキラをまぶすことを誓ったん。アイライナーは、ラブライナー。アイライナーは、結構、私は、あの、なんだろう、まあ、目尻が若干ちょっと下目にあるので、あの、その、なんだ、あの、目尻先と言いますか、目尻先に沿って、あの、線を引いておりますね。結構このラブライナーは本当にめちゃくちゃ描きやすくて、おすすめです。あまりにも語彙力がなさすぎておすすめですとしかちょっと言えないんですけども、結構本当にこれは今まで使ってきた中でも格段に上手に描けるなという感想です。それってあなたの感想ですよね。反対側も塗り塗り塗っていくよ。なるべく左右対称になるように見ながら塗っていくよ。左右対称に塗るのって超絶むずいよね。なんかそれずっとの思っていたんだ。うまくいかないとき、手でこすって消してまた描き直してを繰り返して、だん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 目のあたりが黒くなってきて、またファンデーションを塗り直してっていう過程がすこぶるめんどくさくて、それが朝にあるとちょっと泣きたくなるんだ。でもそれでも毎日みんな頑張って生きている。それって素晴らしいことなんじゃないかな。私はそれをとても強く思うんだ。みんなお疲れ。もうめちゃくちゃアイライナーに描くの時間かけてますね。そろそろ話すネタがなくなってきたんだよな。どうしよう、何話そう。あ、そういえば最近シルバニア買ったアヒルの赤ちゃん、松葉が取れてきたのでビューラーをします。使ってるマスカラはスカイハイ、ラッシュセンセチュアル、メイベリンニューヨーク、スカイハイでございます。これすごくいいですね。 This honey honey and I cry in the bowl and I cry in the bowl and then the mascara This honey honey and I cry in the bowl。 あ、粘膜なの忘れた。結構私のこだわりポイントでもあるまつげは、あの、しっかり上も下もバサバサとやっておきます。マジで沖縄旅行行った時マジで眠すぎて、車の中で。ほんで、でもあれは呪いにかかってたと思う。睡眠の悪魔だよあれ。シータマツゲーズ、シータマツ、シータマツ、シータマツゲーなーらーへー。下まつげは重要です。Let's party getting and a crying in the bowl. It's crying in the bowl. はい、お目目完成って感じでございます。ちょっとなんか足りない気がするけど、まあ大丈夫っしょ。で、あの、チークは今までこの 3C のチークを使ってたんですけど、あの、これめっちゃ良くて、あの、ツヤ肌向けの人、あの、ツヤ肌が好きな人は超向いてて、あの、クッションファンデみたいな、あの、クッションチークなんですけど、なんかこうポン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 ってするとこうツヤ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 ってなるので、おすすめです。でも最近は、最近は、
Oh no! ちょっと爆買いしてしまって、新年早々、ちょっとコスメ最近買ってないなと思って爆買いしちゃったんだけど、その時にちょっと買ったので、これを試していきまーす。今日は溶かしてん。これね、オレンジなので、こんな感じで。ポイントは、私はここら辺とここら辺に置くようにしてます。Don't you know I'm a savage? こんな感じで。なんかね、ちょっとフローに乗せるとき寝かせるといいらしいんだよね、こうやって。若干薄付きなので、もっと乗せます。マリちゃん、マリちゃん寒いの？寒い？眠そう。で、顎もやります。顎をなんかやるといいらしいんだよね。ちょっとなんでいいのかわかんないけど、多分こう三角形になってこうちょうどいいんじゃないかな。そんな気がする。はい。なんかこっち足りない気がするんだけど、気のせい？あ、でも遠くから見たらなんかちょうど良さそう。あとなんか鼻のてっぺんにも若干スス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 スとやりますね。こんな感じで。あ、そういえば新年明けまして誠におめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。ちょっと今年はね、いろいろやりたいことに挑戦して、まあ、去年もね、結構やりたいことばっかりやってたんだけど、今年も、自分のやりたいことをやっていけたらなと思っております。で、これは、ノーズシャドウは、デコルテのノーズシャドウを最近使いました。使ってます。で、こうなってて、で、マジ最近買ったばっかだから超新品なんだけど、こんな感じで入ってます。なんかその前もメイク動画撮った時に、今毎日メイクっちゃ毎日メイクなんだけど、新しいコスメを買ったから撮った気がするんだよね。それって毎日メイクなのかな？まあ、ここと、この端と端をちょっとブレンドして、ポイントはまず塗りすぎないっていうのを結構大事にしております。鼻が高くなるようにこうね。で、結構このデコルテのノーズシャドウ本当につきすぎなくて、かなり薄付きなのでとても使いやすいです。プリキュア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 二人でキュアキュア二人はプリキュアポナナナナナナ一年経って大事なぶっちゃけありえないお互いピンチを乗り越えるたび強く強く深く深くなれねー。はい、こんな感じで、ここもやった方がいいかな。で、わかるかわかんないかちょっと微妙なんだけど、まぁ、ちょっと塗ってるなみたいな感じです。初心者か。ぶっ壊れてるブラシ、ちょっとぶっ壊れちゃってるんですけど、このブラシを同じノーズシャドウやった同じデコルテのやつで、もうなんかポコポンポンポンってやって、ここを削り落としていきます。削っていく。たまちゃんマリンちゃん、たまちゃんマリンちゃん、マリーンって言ったね今。こんな感じで、でこれもあまりやりすぎない感じで、こう影ができてるかなぐらいで詰めてます。次ハイライトやってるのはマックのハイライトになってます。結構ね、これ本当に良いです。でもうマジで全然なくならなくて、まあ、私これ結構使ってるんだけどずっとなくなりません。こういう感じ で
私ハイライトは鼻、頬、目頭、人中のところと顎に塗ってます。大体こういう感じで、あとここだ、眉頭っていうのかな、眉頭じゃないや、眉尻っていうか、なんだろうな、これ、あの頭蓋骨のなんかどっか感じで、顎はここら辺に、唇のすぐ下に塗ってるやつ、こういう感じ。はい、だいたい完成で、あと最後命のリップを塗ってから完成です。でリップは本当にもう昔から超愛用しているロム&を使ってます。このロム&のウォーターティントリップは本気でいいです。あの全然回しもんとかではないんですけど、マジでこれ良くて、あのしかも全然落ちないんだよね。であのツヤが好きな人には超向いてますこれ。で私は4番を愛用しておりまーす。っていうか、さっきから敬語になっちゃうな。ダメ語でいこうか。このね、カッサカサの白い唇にこう、色を塗られる瞬間がとっても好きなんですよ。あ、好きなんだよね。塗りまーす。本当はね、マジでケアした方がいい。カサカサすぎて話にならないですね。話にならないね。感じ で結構日によるんだけど、ロマンドのグロスが超良くて、ちょっと今どっか行っちゃってないんですけど、あ、ないんだけど、あれは本当にいい。なんかこう色が、私が色はないの使ってるんだけど、こう上に塗るだけで本当にこの色がこうプルプルするみたいな感じで超いいけど、今はディオールのマキシマイザーを使っていく。マキシマイザーを使っていく。あ、で普段は日によってこのピンクを使ったりしてるんだけど、ピンクもめちゃくちゃ可愛くて、でもあのちょっと今オレンジしかないので、あのどっか行っちゃってちょっと探しますって感じなんだけど、ちょっと今オレンジを塗っておりますね。塗っておりますよー。そういえばよく松山舞香さん、松山イカだと思ってましたみたいなコメントをよくいただくんだけど、そんなことないだろう。え？名前いか？まあ面白いかもしれない。はい、塗り終わりました。こんな感じで、あのまあ基本的にはオレンジメイクをしておりますね。こんな感じです。こんな感じになりまーす。で最近あの前髪をこれでも増やしました。ちょっと重めにしました。はい、じゃあちょっと時間がやばいので着替えてきます。よいしょー。はい、ということで、着替えてきました。こんな感じでね、ちょっとあのゴム手袋とか使わせていただいてるんですけど、これで富樫店に行っていきたいと思います。イエーイ。でつてたらたらたらたたでつてたらたでつてたてれれてれれつてたらつてたつてたらてれ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 、あてれれ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 、じゃあ撮影しないと、撮影しないと、これで撮影します。これで富樫店は行きません。はい。家にあるものでハイブランドのシリーズの、撮影をしますね。ちなみに関西放送でニュース番組スマタンにちょっと、出るので、見てください。
違うね、別に告知したくて動画撮ってるわけじゃないねんな。よいしょー。はい、ということで着替えてきました。両手にね、緑のゴム手袋はめさせていただいて、ちょっと着替えてきました。これでね、ちょっと飛ばし店に行っていきたいと思います。てこれさっきと同じじゃないか、ほぼ変わんないやないか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 こんなことをねしたかったわけじゃないのよ。あ、ちなみに関西のニュース番組スマタンにちらっと出演させていただくのもね、ぜひ見てください。いや別にこれ告知したくて動画撮ってるわけじゃないんだよね。はいはい、ということでしっかり着替えてきました。足まで見えない、足こういう感じ。今回は珍しく全身ブラックコーデにしてみました。今回のテーマは減塩旅団コーデ。痛すぎる。めっちゃ可愛いんですよねこれ。はい、そんな感じでこれにて毎日メイクの方を終わりたいと思います。今年はちょっと長尺の動画もたくさん出していこうと思うので、ぜひ見てください。終わりのないのが終わり。はい、ということでありがとうございました。また次もよろしくお願いします。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。